CC ラジオジャケンさあ始まりました皆様こんにちは CC ラジオジャケンのお時間ですこの番組は次世代の介護業界のパイオニア医療法人講演会グループの提供でチームシーレボがお送りしますパーソナリティは私チームリーダーの花本ですどうぞよろしくお願いいたします えそれでは本日のゲストをご紹介しましょう前回に引き続きましてこの方角谷さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれからこの方も引き続きですね木村さんです木村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,、はい、ししますさあこの番組はですね毎回 C から始まる言葉をテーマにお話しさせていただいてるんですけども、はい、前回の C は、えー、カスタムということで習慣だったと思います これ、習慣のお話だったんですけどもこれが1月1日の放送からまあ3部作じゃないですけどもなんかこう3つテーマが連続してまして、うん、で最初がチョイスそれからあその次がコンティニューでえー最後にカスタムということでえ選択してそれを続けていってそしてそれが習慣になっていくっていうようなお話をさせていただきました、うんうん。はい で今回はですね、またあの変わりまして、えー、新たなテーマですね。今回はキャパシティ、キャパシティ、はい、キャパシティということでまあ容量とか、はい、ああそういった意味の話をうんはいできればと思ってます。はい、楽しみです。はい。ところでところで今日は雨が続いておりますね。そうですね。うーん 最近結構天気が崩れやすいですよね。はい。うん。こう私人生の中ですごい嫌いなものがあるんですけど。はい。はい、月曜日の朝の雨。ああ<ー>。これもうね最悪なんですよ。なるほど。うん。それは単に月曜日の朝が嫌いというのが九十パーセントくらいじゃないかね。<笑><笑>まあただでさえ嫌いな月曜日の朝に雨が加わるともう最悪ですね。なるほど。あ <laughs> なぜ月曜日の朝が嫌いなんでしょうそうですねまずそこから聞いてみましょうかうんあのー、1週間が始まる日じゃないですか、はい、なんか気持ちを切り替えてさあ頑張るぞっていう気持ちになれば、うん、なんかリフレッシュした感じで挑めると思うんですけどあまあそれは木村さんがポジティブな人だからでしょ <laughs> そうです、ねうん、あのー、まあ 私も基本ポジティブな方ではあるんですけども月曜日の朝の雨だけはね、ちょっとしかも今朝あれですよすごい車が混んでていつもだったら5分ぐらいで事務所まで車で行けるんですけど30分ぐらいかかりましたからね関係ないじゃん、別もう最悪ですよ、これ月曜日の朝を億劫じゃなくなる秘訣教えてあげましょうか。それ知りたいぜひ あの週末に仕事を残さない、うん、気持ちよく土日を過ごして月曜日迎えると全然そんな気持ちにはならないですよそれ,それこそ今日の話じゃないですけどそれぞれの人それぞれのキャパシティにもよるんじゃないかなと思うんですけど <laughs> キャパ超えてるんじゃないですか花本さんのちょっとなんか気持ち的にまだなんか週末にやり残した仕事があるから、うんうん、ちょっと土日も。 暗い気持ちで過ごしてあ月曜日来ちゃったっていう感じになるんじゃないですかねあキャパを超えているのか、はい、キャパが小さいのか全社 <laughs> <っ>で会ってほしい <laughs> それあの直属の上司に言われるとすごい辛いですね、はい、<laughs> キャパが小さいんじゃないのって <laughs> <laughs> まままあまあまあそんなあそんなこんなでですねで今日はキャパシティの話をしたいんですよ。キャパシティっていうのはですね容量とか収容能力とか、まあ、人の許容範囲とかっていう意味合いですよねこのキャパシティっていうことで、はい、木村さんほどの人になると、はい、そのキャパシティっていうのもだいぶうそれはそれはもう大きいんじゃないかなと思うんですけども。とんでもございませんよ。 やめてください私なんか本当にキャパシティの小さい男ですからねあらさっきまでと打って変わってすごいネガティブな感じになってますけどええ本当にだって3大キャパシティ小さい男ランキングのうちの3位に入りますからねあと2位と1位が気になりますけど、はい、<laughs> まずはその仕事のキャパが小さい肝っ玉が小さい、うん、あと男の器が小さい <laughs> これですよ。それですか。そんなことはないですよって言ってほしいんですよね。<laughs> その手には乗らないですからね。<laughs> <ら>私は <laughs> あの自分の中でのキャパはなんかドーナツ状のものだとあの考えてて。 自分の仕事とかそのプライベートのこととか、うん、まあ全然関係のないことも全部ドーナツの中に入ってて、うん、でそれがこうはみ出てしまうと、まあ、キャパオーバーになって、うん、こう仕事ができないとか、はい、自分の許容範囲を超えてしまうってことになるんで、うん、それをどう,こう分配させてドーナツの形にさせるか、うん、で他から来た仕事をこうはみ出させるんじゃなくて、はい、自分の中でできないことは一旦こうドーナツの中の 空間に収めとくんですよ、うん、で期限を定めてで後でまたこうドーナツの周りに入れていくという形で、うん、もう仕事だったら仕事じゃなくてもう全部一つにしてしまう、うん、っていうのをちょっと考えて自分のキャパっていうのはあのオーバーしないようには気をつけてますね。<ー>あなんかこうあれですか優先順位をつけたりとか整理したりしてそのドーナツの中に。はい きちんとと収まるるようにされてこですかそのドーナツで思い出しましたけどもドーナツで思い出ししまた全然関係ないんですけどね昨日もんじゃ焼き食べたんですよ。いやあれ具をドーナツ状にするじゃないですかでその中に出しを注ぐんですよねドーナツの穴の中にはみ出さないようにそれこそ先ほどの木村さんの話じゃないですけどドーナツの中にはみ出ないようにその。 内側の枠の中にだしを注ぐんですよなんですけどもなんかね昨日行ったところ鉄板が傾いててだし、はい、が全部流れちゃってそう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 で鉄板って、はい、あの左右にカスとかを入れるような穴がついてるじゃないですかあそこにももうだしがどんどん流れてっちゃって,て。<laughs> <laughs> ちょっと防波堤みたいなの作っとかないと、うん、ダメです、ね、簡単に決壊しましたねそれダムがだしというかたれがなんかサラサラすぎたんじゃないんですかもっと混ぜてドロドロにしないといけなかったんじゃないですかいやもんじゃ焼きはそんなもんでしょうああ<ー>全く違う作り方をしたんですね原本さんはいやいや正当な作り方で、はい、正当でそれなで正当な作り方でそうなったということは、はい、それはキャパシティを表しているのかなまたまたまた そううやってすぐキャパの小さい男にしようとする,るも <laughs> でもさっきの,あのドーナツ状でですね真ん中のとこに溜めておいてで何かあったらまあ外側に持ってきて全部こなしていくというのはとっても素晴らしいと思うんですけどそれは私だったらあれですね真ん中に溜めているうちにどっかのブラックホールに落ちちゃって。<はい S 1> <laughs> あなくなってるみたいな <laughs> ブラックボックスですね <laughs> そういうことになりそうな感じが <laughs> あそうならないようにドーナツを大きくしたらいいんじゃないですか <laughs> あードーナツをね <laughs> それはもうキャパを大きくするって意味ですかそうですねキャパをああじゃあそのキャパを大きくするためのお何かその一つのツールが IT なんですよ ほうそのドーナツって言ってもいびつなドーナツなんですよね私のはあの具のところがめっちゃ細いんですよ、うん、で空間がすごい広いイメージできますからねその空間は実はすごいウェブとか IT にあの補われてて、うんはい、今でこそクラウドでこう保存したメモとかが携帯とかにも反映されて、うんはい、いつでもどこでも見れるじゃないですかああいいうのの活用していけば本当人類の 人類というかもう私のが小さいんだと思うんですけど、はい、そういう許容をはるかに超えるものっていうのを記憶できるんですよね。<ー>で後でパッと思い出した時にあそうだこれやらないととかであとかであデザインとかアイディアってパッと思いついたものをすぐメモしないと忘れるじゃないですか、はいうん、それってあの飛び魚が跳ねるようなアイディアってよく言うんですけど、うん、もうすぐパッと出てきたものを記憶しとかないとま,また海に入っちゃうっていう。 あっていうのでよく例えられるんですけど、まあ、それをこうどう効率よく記憶できるかっていうのが今のこのじゃあ木村さんはその IT を使って、まあ、うまく使ってそのいびつな形のドーナツをきれいに整えるような、はい。 あ、そういう補い方をされている。いやいや、私、あの、いろんなことをやりたいんで、うん、ドーナツはもういびつのままで、この細いのがもうより細くなっていくと思います。うん。興味な。<laughs> <laughs> いやいや、そんなことないです。また後でね、しっかり聞きたいと思います。それではですね、本日の一曲目をご紹介したいと思います。今日の一曲目は平原綾香さんで、ジュピターです。どうぞ。はい。平原綾香さんで、ジュピターでした。 この曲ですね、まあ、私もすごい好きな曲なんですけども、はい、あのこの曲が出た時にあの私の父がすごい気に入りまして、はい、であの近くのレンタル、あのー、ビデオ屋さんのところに行って、うん、まあ CD を借りてですねあの私、姉がいるんですけども、うん、姉にあこれをあのーテープに映してほしいみたいな頼んでて、うん、でその時の家の車が、あのー、テープしか入らないタイプだったんですよ。うんうん でそのジュピターだけをそのテープに入れてはい、はい、ずっともうリピートワンで聞いてたのを思い出しましたね。<laughs> いくつの時ですかあでもそれは私がまだ小学生の時ですかね。小学生の時、うんえー、で助手席がどっかに座ってそれをリピートで聞いてたんですね。うん、私はそんなに車の中で聞いてた 思い出はないんですけど、家族の人がってことですかまあ父がすごい気に入ってましたね。まあジュピターといえばですね、ホルストの組曲の惑星より。っていう、まあもともとこのクラシックの曲ではあるんですけども。これを、あの、平原綾香さんが歌ったと。うん、いう曲ですね。いい曲ですよね。はい。まあ、このジュピターといえば、木星なんですけども。木星のこと。木村さん、宇宙好きじゃないですか。だから。まあ。 前回なんかいつか宇宙会があればいいのになとかって言ってたのでそれもあってね今日は角谷さんがこの「ジュピター」を入れてくれましたよ、はいね、存分に宇宙を語ってくださいありがとうございます、うん、今日は用意してきてないんで、はい、また次回か違う回の時に宇宙会がある、ね、<laughs> いやーそれいつでも行けるように備えとってほしかったですねあ本当ですか、うん、木星ですよね、うん、ジュピターって はい、言っったじゃないですかさっき <laughs> あの木星ってすごいあの台風が起きてるの知ってます、木星の中で、めちゃくちゃ大きい、もう地球がすっぽり入るぐらいの大きさの台風が常に発生してるんですけど、うんはい、それが私たちが目で見てる木星の,あの木目状の中にあるじゃないですか、はい、渦が。はいはい、あれなんですよ、えー 木星すすすごいい大大ききんででよね大きいですね、うん、木星と土星があるから今の地球があるって言っても過言でではないですへ<ー>普通はの太陽とその我々の地球の惑星ですよね、うん、との距離がもうこのちょうどいい距離だから人類が生まれるのに都合のいい環境になってるんですけど、うん、木星と土星がなかったら隕石が地球に降りまくって落ちてきてって全然こんな生命が誕生してもすぐ絶滅する環境だったんですよ。うんうん 近くに惑星が通って、はい、土星と木星の引力につられて地球に落ちずに土星とかに落ちるから、うん、地球はもうずっと何億年も隕石が落ちてきてないんですよ一回だけあの恐竜が絶滅した時に落ちてきましたけども、はい、あの本当に何億年に一度っていう確率なんで、うん、まあ今ももうその全然落ちてないからこれだけ文明が発展してるっていう歴史があるんですよね<ー>だからもう本当に木星土星はもう神様みたいなもんですよね あそれのおかげで今の地球が存在している、はいるととうことなんですね、まあまあ、あの宇宙は、ね、非常にもう壮大で、はい、それこそキャパシティーで言ったらもう無限大のような感じがしますけども宇宙を見た時に、まあ、見たことはないですけども、はい、その宇宙をこう感じている時に、はい、我々なんてちっぽけな存在なんだろうというか<ー>そういうふうに思わされることって多々ありますよね東京のですね。 天球っていうところあったじゃないですか、はい、あそこでまあすごく宇宙の,なのなんかあ,ありましたね、うん、それはありましたけどた、ねはい、あそこでこうちょっと見ても、はい、なんか自分の存在の小ささというかああいうの感じられましたよねそうですねでねまあそのお。 自分よりもはるかに大きい、うん、存在というか壮大なものを見たときにすごくなんていうんですかね、うん、そういうのを感じることってあるじゃないですか。そういう意味ではその沖縄の海を見たりとか、うん、空を見たりした時とかも結構ねあの同じ気持ちになったりするんですけど木村さんどうですあそうですね私もやっっぱりこの宇宙って すすごいいい大きいじゃないですか、うん、で私たちが住んでるこの地球も大きいですけど太陽系とか銀河とか銀河団とか、うん、そういうところの規模まで考えるとすごい大きいんですけど、うん、まあそれって見ること実際にできないっていうのがその沖縄の海を見てるっていう感覚に近いっていうのは本当に思いますね、うん、ただ自分の目で見えてるものだったら写真とかでもいいわけじゃないですかでもそこから先想像するからこう何か感じるものっていうのがあるんでしょう,、ね、う,んそうですね。はい このものすごく綺麗な虹が出てたんですよねあそうそうそうちょうど沖縄振興のあたりで港のところに端から端までくっきり半円で見える虹でなおかつ二重の虹だったというそう「重の虹」そんなの見たことないですあんなに濃い虹を初めて見ましたね私も初めて見ましたそれなんか特別な日と重なってたら本当になんか自分に対して 何かメッセージがあるんじゃないかと思っちゃいますよね。それは思わなかったです？いや、思いましたけど、はい、思いましたけど、それよりも何よりもびっくりしましたよ。<laughs> だってあのその瞬間でないと見れないわけじゃないですか。晴 <laughs>、はい、れって、てちょっと前には何もなかったんだから。うん、<ー>晴れてたっていうか、全然雨降ってなかったのに、うんはい、その橋を渡るときにもう雨が降って、うん、ででもあの空を見たら晴れてて、うん、っていうまあいろんなこう。うん <laughs> 条件が重なって、うん、まあ綺麗な虹を見ることができたという。うそうで、あ、空は話変わるんですけど、はい、まあ沖縄の空とか、うん、あ海とか、あ好きな方たくさんいらあのー、いらっしゃると思うんですよ。はい、でこれ前えっ、ー、とまあ違う番組のあのー、ラジオのパーソナリティの方がお話しされてたんですけども、その沖縄のどこが好きかっていうところで、まあ観光客の人とかがよく沖縄の海が綺麗だから好きとか、あ空が ああすごいあの綺麗に見えるから好きって言われる方がいらっしゃるんだそうです、はい。でそれはそれであのすごく嬉しいんだそうなんですけども、それよりも注目してほしい部分、好きになってほしい部分があるそうで、それが沖縄の人たちのこと、をもっともっと知ってほしいっていうのを話されてましたね。沖縄の人はもう本当にあのみんな心優しくてでまあ温かい人がたくさんいるっていう。 そこをですねもっと見てほしいなっていうふうに、うん、あのお話しされてました、まあ、その部分はですね私もこの沖縄に住んでみてすごく感じた部分ですねもともとやっぱり沖縄っていうと海がすごい綺麗なイメージしかなかったんですけど、うん、あの実際に住んでみてその沖縄の方々と触れ合うことによっていろんな人のこう優しさとか温かみというかそういうのを感じられましたね、うんうん、そうですね。うん あとこっちでラジオで知ったんですけどね、ともうものすごい文化だと思うんですよね。もう今、私たちはずっとを言葉にいつから、手芸合言葉だったんですかまだそれ知らないんですけど。初耳ですよ言葉なってたのというふうにね、ちょっとのことでもこう、なんかカリカリするんではなくてね、やっぱり、手芸の精神で。 へーそれなんか裏を返せば今までは定型じゃなかったそれはやっぱりなんかせせこましいですからね、はい、こう細かいこと細かいこと細かいことみたいなことだったけれども<ー>よく考えたらそれは大し,たのた大してそんなやいや言うことではないんじゃないのみたいなことがたくさんあったわけですよね。 それを案外包んでみてでも決していい加減ではなくてですねいい加減ですので良い加減ということで考えたらすごい文化だと思いますね心があったかくなりますもんやっぱりそうですねそういう意味ではキャパシティは広い感じがしますけどね皆さんすごい広いんじゃないかなって思いますね そうえっ、ー、とそういえばですねえっ、ー、とツイキャスの方にメッセージをいただいておりましてはいはいタケ、えー、ちゃんさんからですねありがとうございますはいこんにちは初見ですはい初めましてありがとうございますえっ、ー、とーこのキャラクター可愛いですねなあの何か名前はあるのですかということであ,あ,ありがとうございますはいあとタケちゃんさんうんはい。 はい、じゃあこれ木村さんんよよろしいんですかいいでですすかありがとうございますこれはあのレボちゃんっていう名前のキャラクターなんですけど、はい、あの私がこのレボちゃんの生みの親でして、うん、最初あのこのキャラクターを書くときにその CC の「キュア」と「ケア」の意味をもともと打ち出した医療法人講演会っていうのがありまして、はい、でもそこのイメージキャラクターなんですよ。うん、でレボちゃんの目をよく見ていただいたら、はい、アルファベットになってて。 目の縁と目ん玉の部分が実はキュアとケアになってるんですよ、うん、残念ながらこの CC ラジオジャケンのところでは C と U と C と A にはこのパターンはえこれなってるなってるけど笑ってますからねっい,すいつもはねちゃんとなってるみたい <laughs> なってオリジナルのやつはこれちょっとデフォルメなんでそうそうそうウィンクしてみたいになってるんですよね、うん、そうですね、はい、でまだまだこれだけじゃないんですよはい。実は鼻のところがカタカナのレになってて鼻ない鼻ない <laughs> いや鼻ありますよ小さく右目レボちゃんの右目の方の下の方の<ー>そこまで話してしまうとねちょっとあれなんてねそうですね早以上いやあの <laughs> 一応コメント打っときましたんであわかりました <laughs> ありがとうございました <laughs> はいありがとうございます <laughs> えー、そうこのキャラクターはレボちゃんと言いますレボリューションのレボです目がキュアとケアの C.U. と C.E. になっていますって、はい、いうあのメッセージをあの変えさせていただきましたはいありがとうございますありがとうございます。 さあそれではですね本日の二曲目をご紹介したいと思います今日の二曲目はケルティックウーマンの You Raise Me Up ですどうぞはいケルティックウーマンで You Raise Me Up でしたまあ非常に有名な曲ですよねあのまあこの You Raise Me Up っていうのはですねあなたが私を元気にするとかあなたが私に力をくれるあなたがそこにいてそして私に力をくれるから私はキャパを超えて頑張れるっていうようなうあ意味のこもった 歌ですね、うんうん、この曲を聴いて非常に心が洗われたような気がしました何か言ってほしかったな <laughs> 今木村さんすごい視線を送ったんですけどねそうですね本当にいい曲で、うん、私この曲初めて聴いたんですけども洗われすぎて真っ白になっちゃいました真っ白になっちゃいましたね、うん、また後でじっくり聴いてみたいと思いますはいはい <laughs> はい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 そのあなたが私に力をくれるというそのあなたが誰なんだということですかね人それぞれ違うと思うんですけどね <laughs> ちょっと視線送るのやめていやいやいやまあねそうなんですよあの人って、はい、うんなんでしょうその誰かがいるから頑張れるっていうのはすごい あるとまあその本質的には自分のためであったとしても、はい、おただその間接的にじゃないですけどもこの人のために頑張ろうとかあこの人がいることで自分が元気になるとか、うん、そういう存在って、うん、あるんじゃないかなって思いますね。よくメンターっていう 言葉がありますけども、はい、そのめ究極のメンターっていうのがです、ね、ある先生が話をされてたんですけどもおその人がいるだけで、えー、元気になれる存在というか、うんうん、何もしてくれなくってもその人という存在があそばにいるだけで、えー、力が湧いてくるとか、うん、そういう人のことを究極のメンターと呼ぶんだそそううでですすよねもう何もしないというのが究極のメンターなんですよね。 私もですねそういうメンターになりたいなって思いますそのためにはですねまずこの角谷さんから先ほどからチクチクと言われてます、はい、キャパの小さいのをどうにかしないといけない,い <laughs> キャパが小さいわけじゃないですけどね <laughs>、まあ、とりあえずあの月曜の朝が楽しくなったらいいですかね <laughs> あなるほどそうですね、まあ、そう言いつつも、うん、すごい切り替えのすごいいい男なんで。えー 実はそんななこと思っていでもキャパってあのちょっとずつ大きくする努力をやっぱりしない限りは大きくはならないような感じがするんですよでも何か何にもないのに自分のキャパシティを大きくしようって思う人は多分いないんじゃないかと思うんですねだからこそあの誰かがいるから誰かにやっぱり。 認めてほしいとか、うんうん、あるいはまあ誰かのためにとかっていうことがあると思うんですよね。うん、で結局キャパってどうやって大きくするかっていうと、あのいっぺんにもあの五のものが十とかになったらもうもうキャパオーバーですでに潰れるわけだから、五から五点ゼロ一、五点ゼロ二ってちょっとずつ広げてって、いつの間にか六になってた、七になってたってことですよね。うんうんうん、そうですね。だからちょっとずつ広げるしかないと思う。 どうでしいやいやいや本当にそう思いますよちょっとずつ広げれるっていうのを想像できる角谷さんはきっと花本さんのキャパを広げれると思いますよそれを見てるわけですからもう広がってると思うんですけどああもう広がりつつ宇宙ですね宇宙まで行くかというとなかなかですけどねいやでもビル・ゲイツが最近1999年の時のビル・ゲイツが予想してた IT の世界がどうなってるかっていうのが ほほぼほぼ当たってるんですよそれがもう今の多分例えば今人間がここまでしかできないっていう考えをもう前々からキャパをこう想像してここまではできるようになるっていうのを想像してたっていうのはもう角谷さんの今の言ってることに近いので、まあ、多分将来的に必ずそうなる日がくると思います。うんなるほどその一つがあの価格ドットコムっていうサイトさんあるじゃないですかあれが絶対流行るとか。 はい、とかいろいろ他にも何個もあるんですけども逆に今 Google ホームとか Google が今 AI って出してるじゃないですかその AI の開発の第一人者が2045年だったかなそれぐらいの時までに実現絶対するだろうという予想をしてるんですけどその中それがなんか100個ぐらいあってその中で面白かったのがその人間は必ず AI と共存する世界になるので今ある 日本の企企業業はもう全部 IT 企業になるそれがなぜかというと IT を取り入れてないともうそういうデータとかどういうものがこう開発できるかっていうのを生み出せないことになるのでもうそういう担当者の人は必ず1人はいる時代になって IT とのコラボっていうのが必須になるって、まあ、IT 企業になるだろうっていう予想があるんですよね。 それは IT が入ってるから IT 企業っていう意味でですかね。そうですねなんかもうあれですよね、半分ぐらいの全体の仕事の半分ぐらいはもう AI がやっちゃうから仕事が半分なくなるみたいな話もありますよね。うん、あ,ありますね、えー、特に事務職がなくなるみたいな話はありますね。というと、もっと、うん、じゃあ人間、もう AI はもちろん賢いわけですけれども、うんはい、それよりも。 えー、もっと凌駕したところの人間の知恵とかもうそれこそキャパの広い広い、はい、あの無限大の 知恵とかっていうものがを使ったような何か考えることが大事になっていくってことですかね。うん、そうですね。一つは。はい,はいはいはい。もう一個はあれですね。前前から言ってますけれども、あの、まさに介護がそうですけれども。うん、人の心に触れるものっていうのは。うん、そこまでの A. I. の。えっ、ー、と、技術が。えっ、ー、と、成り立つのはまだかかると思うんですね。ねそれはまだまだ先だと思います。なので、人間でしかできない。うん、人にしかできない仕事っていうのが。それは大事。残りますよね。残ります、ねまあ。介護、僕は最後まで残ると思います。 うん、はい、そうですね。そういう仕事ですもん。うん、で、それに AI を取り入れるのは、もう大いにやったらいいと思いますからね。むしろやるべきですよね。はい、ええー。そうすると、人手がそ、そ、の分少なくても済みますもん。うん、記録とか、うん。そうですね。はい。そうそう、そういうふうにいいふうに考えると、その AI が。うん、その、そういった部分を補ってくれることによって、うん、一人一人の。 キャパに余裕ができると思うんです。で,すね、で、その分のそのキャパっていうのを人とを触れ合う時間にも使うことができる、うん、いろんなことにですね、あの回せるようになるんじゃないかなと。そうですね。うん、はい。あとはそういうそういう AI を使ってできた記録物を。 今の行政のです、ね、指導の中にあるこう,こういうものを残しなさいというものに当てはまるようなものになるかどうか、うん、というか逆に言えばそれを取り入れるかどうかという、うん、今度はそっち側が試されていくのではないんですかね。信、うんうん、ね信憑性ということで言えば多分 AI の方がすごいですよね。だって何時何分何秒に何がどうだったかまで記録しちゃいますもんね、瞬時に。 まあ、そういった形でですね、まああのえー、と介護と AI とうまくう組み合わさってですねあのよりお年寄りのおいい生活というか、うんまあ、そういったところにつながればいいなと思いますすそうですね、うん、仕事のキャッパもうだから広がるってことですね。そうですね、うん、はい、うんはい それではですね本日の三曲目をご紹介したいと思います。はい、今日の三曲目、えー、ごめんなさい。えー、今日の三曲目は夏川りみさんで「えー、わらびがめ」です。どうぞ。はい、はいえー、夏川りみさんの「わらびがめ」を聞いていただいてるんですけども、この「わらびがめ」という歌はですね、うんまああの子供があ生まれた時とかにまあこういった歌を歌うと喜ばれるそうなんですが、この内容としましてはですね、うんそのこの 成長と言いますか、うん、そういったのを喜んだりとか、まあ、子供に向けて元気に育ってねとか、まあ、そういったメッセージの込められた歌ですね。特に今木村さん小さなお子さんがいるので、はい、そういうのはすごく共感する部分があるんじゃないでしょうかそうですね、うんうん。本当に子供の成長をずっと見てこの歌のように育っていってほしいですね。 うんうん、分かってるかな角谷さんの方から何かどうですかそうですね、うん、あの親が子供を思う気持ちのキャパは、はいまあ多分宇宙大ですよね、実際ですね、はいあの。父母の恩は山よりも高く、うん、海よりも深いってこう言いますね。うん それはどういうことかということになるわけですけれどもねよくはあの父親の恩はあの山よりも高くうん、うん、母親の恩は海よりも深いとなんで父親が山で母親が海なのかという話になったりするんですけれどうん、うん、でもその一番高いところと一番低いところを許容範囲だからうん、うん、上下の許容範囲で見たらそれが一番大きいってことですよねうん、うん、一番高い山の頂上と海の深い深いそこその 高さの分はもうとても大きいわけですけれども、そのぐらい。愛情を注いでいるという例えだと思うんですね。うん、あの。山形県の米沢ですね。はい、上杉鷹山というですね。はい、あの人がいました。はい、あのあれです。元ケネディ大統領が。 尊敬していたというなんか書物が出てきたっていう話が何年か前にあったと思うんですけどね。うん、まあ上杉謙山あの財政を立て直したですね、うん、人として有名ですね。この上杉謙山で一番有名なのはあのなせばなるというやつですね。拡大さんの好きな言葉だ。ね、うん好きというかなんというかそれをアレンジしたやつですよね。まあ、アレンジしたやつそれは山本弘六の話ですよね。うね <laughs> あそうか。<laughs> そうですね、なせばなるなさねばなる何事もというやつですけどねならぬは人のなさぬなりきりという、はい、あのつまり何でもやろうと思ったらできるけどできないのはやろうと思わないからだとうっていうことですよねで。やろうとするのは人のためじゃなくて結局自分のためになるんですよということを言ってるんですよね。これは山本五十六君もあの似たようなことを言ってるわけですけれどもですね。 とってもあの、えーまあ、上杉鷹山の話を今ちょこっとしましたけれども、うん、上杉鷹山がやはりさっきの父母の恩のことをあのずっと言ってるわけですけれどもですねだとといううことのようです、うん、だから万分の一でも千分の一でも万分の一でも、うん、あのしようという気持ちがそれが孝行なんだというふうに、うんうん たぶ、ねうん確かにそうかなって思いますね、うん、多分なんか死ぬまで漁ができるような感じがしませんでしょう、うん、親をそうですね木村さんしますかうんいやそんな生半可な気持ちでできますなんて言えないですよね,ねいやすごいと思いますだから結局は両親のキャパというのがものすごく大きいんじゃないかなっていうってことですけどね なってみたら分かるんですかね。そ,うその時期にななったら分かるじゃないですまあその上杉鷹山の「ですね、はい、なせばなるなさねばならぬ何事もならぬは人のならぬな,なさぬなりけり」という言葉ですけども、はい、まあ本質的にはあのやろうとすることは人のためではなく自分のためになるというようなことではあるんですけどもおこれって 介護もまさにそうなんですよね人のためにしているような仕事ではあるんですけどもそれが結局自分のためにななっていいる、うん、まあそんな仕事だと思いますさっきのキャパシティを広げるためにじゃあどうするかっていう話なんですけどもその前に話をした習慣カスタムのところでですね、うん、習慣っていうのは誰かに作ってもらうものじゃなくて自分で作り出さないとそれは習慣にならないものじゃないですか。はいうんうん でこのキャパシティも自分のの努力ななしには広がっていかないかと思うんです、はいうん、でこのキャパシティをじゃあどうやって広げていくのかっていう話は、まあ、さっき角谷さんもされたんですけどもあの私の中ではですね、まあ、とにかくいろんなものに触れて、うん、いろんなことを感じて、うん、そして自分の感受性、まあ、そういったところにどんどん磨きをかけていって、まあ、人として何、うんえー、て言いますか。 うん、豊かに、うんえー、なっていくっていうことが、あまあキャパシティを広げるっていうことにもつながるんじゃないかなって思ってますね。うんうん、いろんなこう、綺麗なものを見たりとか、うんうん、それこそ心に来るようなものを、うん、いろいろこうにいろいろ触れるっていうことですね。そういう意味では、沖縄はそれ多いですよね。うん、多いですよね。っていうか、私は多いですね。うんうん、<laughs> あのー。 どこを見てもいろいろこの1年ぐらいあちこちの別に遊びに行ったわけではなくてですねもう一遍言いますけど遊びに行ったわけではなくて大事なことなので回言いました大事ななことのでもう一回言いますと遊びに行ったわけではなくて VTR を撮ったりとかですねいろんなことをして回りましたけれどももうそれを忘れるぐらいものすごく綺麗だと思うこともあればもう。 なんとか触れたことのないものがたくさんあってすす、はい、すごいででよねねそうですねまあのちっちゃな島とか行ったら余計にそんなことも思いますしねうんうんまたあの海の色が変わっちゃいますし、うん、木村さん、そんなことないやいや思いましたよ、すごい海の色も綺麗だしその自分が感じ取るものっていうのがその角谷さんもおっしゃったようにその仕事に生かされるっていうのがそうそうう本当に想像できるんで。えーうん やっぱりゆっくり、こうあ,のある朝にです、ね、日曜日の朝だったんですけれども、はい、9時過ぎぐらいにですね、うん、あの海の映像を撮りに行きましたら、ですは、ね、と場みたいな、まあ,のあれは多分ちっちゃなちっちゃな、うん、えっとあれですけれどもそ,そこにですねあの男の方が1人ですね。うん あの何と言いますか石原裕次郎のような格好でですね <laughs> <laughs> <方>足を上げてそう片膝を,を立ててですね <laughs> ずっと海を見ておられた人がおられたんですね <laughs> <ー>であのー そんなことしてたらもう一人来られてその方もずっと海を見ておられて日曜日の朝からですねああでもこんな時間が何かを運ぶような感じがしましたもんはい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 それは私前回話させてもらったやつに近いですね角谷さんがその人を見て心を動かされたっていうものを形にしたいっていう感動するものっていうのをあなるほどですね いやそれも角谷さんもどう思われたんですその人がその景色を見て何を感じてると思われました いやなんか考えているんだろうなとは思いましたよ、やっぱりでですすねねそこま考えよ悩んでおられるのかそうでもないのかでも癒されるからこそそんなことしてると思うんですよね、わざわざ来ておられるわけだから周りに家なんかないんだからといてことはわざわざ車で来て一人そういうふうに見ておられるっていうのを見てですねこういう生活もいいなと思いましたよね。そこまで大きい 夢に広がりますよ、ねえーえー、とってもあの天気が良くて天気はいいけれども風は強かったんですけどね、はい、でそのそばにあるこうあれは何ですかねススキのような植物がわさわさしてたんですけれどもん、えーまあ、そんなとこもあのビデオに撮りましたけどね<ー> <laughs> あその方は撮ってませんよ。あそうなんです、ね、はい <laughs> <laughs>、はい なので何かを見てこう自分の心が広くなるまさにキャパが広くなったような感じがするというそれをそのまま維持すればもしかしたら広いままなのかなって思ったりはしますけどねうこうふと現実に帰ったらね案外こうあのキャパの小ささを露呈してしまうみたいなことがありますよね。そそううでですすね、まあ、その私ななんんか特にそうなんですけどもキャパで なんか日によって違うというか,、うん、なんか気分によって変わりますよね、うん、その大小ってねいつもだったらこれぐらいはいけるのになっていうのが日によってはだめだったりとかいうのってありますよねだからやはり人の許容範囲のこともまあキャパって言いますけどそれをもし言うんであればさっきも話がありましたけれどもあ,のあれですよね、まあ、その日の気分っていうことはもちろんあるわけですけれども、うんあのー、何を言おうと思ったんだっけ <laughs> 気分で変わるわけですから変わらないようにしたらいいんですけれども、うん、あのイライラしてたら、うん、そのま許容範囲なんか小さくなるに決まってるわけですよね。うんうん、っていうことを思ったらこう介護の世界でもお年寄り だって人間ですから、うん、毎日そのキ,ャパがキャパが大きくなったり小さくなったりするというよりも、うん、表面に出ているキャパらしきものが大きくなったり小さくなったりすることに対してあのいちいちですね今日は機嫌が悪いんだなとか、うん、今日は機嫌がいいんだなというふうに思うんではなくてもうそれこそそですよね、うんうん、そういうものなんだなっていうふうに思って接することが花本さん大事じゃないですかね、うん、そうですね。 まあ人間なので当たり前なんですよ毎日同じわけがないですからだからそれに繊細な人なんかはね特にそれを気にされたりっていう方もいるんですけどもそれさえも許容するといいます受け入れるこういうものだと思うとうん。 許せる範囲っていうのが広がるんじゃないかなってそうなんですよねやっぱりそれってとっても大事だと思いますよだからそれがずっと言っている人のためばっかり思ってたら人のためにやってたらもうこの人がそんな態度を示したみたいなことに腹が立つというですね真逆なことになるわけですねこう自分のためだと思えばねそういうことも許せることがたくさんありますよねそういう仕事ですね愛ですねはい そんなことも含めて宣伝ですけれども。はい。はい、はい。えっと今度セミナーをやりますね。はい。はい。そんな話が聞けるセミナーがあるんですか。えー、すか花本さんからどうぞ。あ、いいですか。はい。えー、ということで,ですね。あのまあちょっと宣伝をさせていただきたいんですけれども。えー、来たる2月23日の金曜日。2>, 2月23日金曜日。は惜しい感じがしますね。なんか2月22日だったら2が並ぶのに。<laughs> だからなんだというわけではないですけど。ええ <laughs>、影田さんそういうのお好きですもんね。<laughs> <え>ちょっと宣伝させてくださいよ <laughs>、はい。2月23日です、はい、の金曜日,月日もうちょっといいから <laughs> <laughs> 何だったっけそう2月23日の金曜日の19時から20時半 <laughs> あ夜ですね。はい夜なんですけども、はい、ここでですねシ、えーっと、C、セミナーシーズン1ということで。はい 人材が採用できる介護の話、はい、いつでもどこでも誰でもということで<ー>えお話をしたいなと思ってます、はい、でこれがですね、まあ、私たちはまあ広島からあ来ました、はい、で全国うつつ裏裏で人手不足が慢性化していると言われるこの介護業界で、うん、えまあ9年間で200人以上の新卒採用を実現 してきたまあそんな話をしたいと思います、はい、実際に採用されたとはいで、まあ、この人材獲得の秘訣っていうのはたくさんあるんですけども、はい、この介護業界においてはあ実践しても効果が出なかったりとか、まあ、難しくて、はい、え浸透しなかったりっていうことが、はい、あよくあると思いますで、えー、それなんですけども私たちはまずうやってみて実践してみて、うん、そして、えー、結果を出してきました、うん、でそんなあことをですねこれからは 沖縄の方とともに、うん、介護労働人口の増加に向けて、はい、一緒に走っていきたいと思っています、はい、なるほど9年間のノウハウがここで聞けるということですね、はい、そういうことですねなのでぜひぜひ、えー、ご参加いただければと思っております、はい、参加は,は沖縄県総合福祉センターの予定ですで参加は無料となっております無料ではい,い。これ聞くしかないですね、はいはい、申し込みついての詳しいことは FM の中までお願いできればと思います、はい、はい。メッセージお待ちしております はい、木村さんの方からも何か、はい、あいいんですか？なんか曲が流れたんでもうないのかな、はいうん？大丈夫です大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、あの、私もですね。あの、沖縄県那覇市 it 勉強会というのを 2>,、うん、2月10日土曜日の18時から20時半まで開催することになりました。これが Web タッチミーティングっていう名前なんですけども、も、はい、まあ、ウェブ関係 it 関係のことをまあ、知ってる人達で、その皆さんにこうどういうことをしてるのか？っていうのをえー、共有しようじゃないかっていう。 自分では当たり前のこと,かとことだと思って勉強してるかもしれないですけどほ、まあ、他の人にとっては役に立つ情報かもしれないので、まあ、それをこう無料でいろんな方に来ていただいて触り、まあの部分を話し合おうじゃないかという回でこれあの、えー、と一応、定員40名で2月10日あと半月以上あるんですけど、うん、今結構申し込みがありましてです、ね、もうちょっと枠が少なくなってきてるんで、うん、ぜひ興味のある方は申し込んでいただきたいなと思います。はい、早めにですね おはい。はい、はい、ということで、えー、っとそろそろお別れの時間がやってまいりました今回はですねキャパシティということでお話をさせていただきましたキャパシティってね人それぞれ、えー、大きさが違ったりとかあ,あるんですけどもこのキャパシティを広げていくためにどんなことをしていけばいいのかあ,あるいはこれが介護の世界でどんなふうなあの関係があるのかということをですね、まあ、少しお話をさせていただきました。あ次回のテーマはですね コーエグジストということで、えー、共存という意味ですねさっきあの木村さんのほうからもちらっと話がキーワードが出てきたんですけども、はいえー、例えば AI との共存だったりとかそういったことも少しお話しできるんじゃないかなと思っておりますうー次回の CC ラジオ受験、はいはい、お楽しみにしていただければと思います、はい、よろしいですかはいえー、それでは <laughs> はい、それでは、<laughs> それでは、はい、今日もディアマンティスの勝利の歌を聴きながらお別れです。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい